メディアまでもが大谷ロス,スタメン外れて今日はついてない16日の先発マウンドに備え15日は出場せず3月29日日本時間30日のメジャーデビュー以来エンゼルスの大谷翔平選手は投打に大活躍している打っては打率3割6分7厘3本塁打11打点 投げても2試合先発で2勝、防御率2.08という圧倒的な成績。二刀流、スーパースターの登場は全米に旋風を巻き起こしている。ジャッキー、ロビンソンデイに当たる15日、同16日に敵地ロイエルズ戦で先発予定の大谷は、当番前日の14日、同15日は、 スタメンには名を連ねず、試合に出場することもなかった。投手でも打者でも試合に出れば何かをやってくれる。そう期待するファンは、数多くいる、出場しない日は、少し物足りなく感じることがあるかもしれない。そんな大谷ロスの感覚に、早くも苛まれている米メディアまで現れた。今日日はついていないてなだ。 なぜなら、翔平大谷がプレーしないから。こうツイートしたのは、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルで野球の専門記者を務めるジャレット・ダイヤモンド氏だった。出場試合で、必ず結果を出してきた二刀流の姿を試合で拝めない一日は、それだけで喪失感があるようだ。オープン戦では、打率1割2分5厘。 防御率27.00という結果に終わり、米メディアの中では、マイナースタートがふさわしい二刀流は無理という懐疑的な声も出ていた。だが、デビュー以来の投打にわたる快進撃で、目下、北米四大スポーツ最大の注目を集めるスーパースタートも称されるほどになった。米メディアから 依存症の声が上がるほど時の人となったショータイムこの先もますます人を魅了し続ける存在でありたい大谷翔平日本時間16日未明に3度目先発デビュー3連勝するとそれは前田以来米大リーグエンゼルスで投打の二刀流に挑む大谷翔平は15日午後1時15分 日本時間16日午前3時15分に開始予定でカンザスシティで行われるロイヤルズ戦に開幕3連勝をかけて先発登板先発の日本投手でメジャーデビューからの3連勝は2016年の前田ドジャース以来5人目だ14日のドウカードは打者としては出場せず試合前には 寒さの中、キャッチボールで何度も息を吹きかけて手を温めるなどして調整した。本拠地アナハイムで登板した前回とは異なり、氷点下に迫る気温で雪がちらつく予報が出ている。それでも、岩手・花巻東港出身で、北海道が本拠地のプロ野球日本ハムに5年間所属した右腕は。 そこばかり意識ししてもしょうがない。準備だけしっかりやればあとはマウンドでいいパフォーマンスを出すことに集中できると自然体を強調した。 でしたか。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。新しいお話を追加していきますので、ぜひまたいらしてくださいね。